はい、おはようございます。キャプテンスのバイブルトークです。えー、今日は五月二十一日、えー、金曜日、第一歴代史の十八章ですね。十八章。十、え、八、ー、章のところでは、ダビデがあれでしょう。戦争をして、国をどんどん縄張りを広げていくっていうね。あのー、武闘派ダビデの、えーまあ、ところなんですけども。 18章ちょっと見てききまますすね読んで一節から「その後のことであるダビデはペリシテ人を撃ってこれを屈服させガテとそれに属する町々をペリシテ人の手から奪い取った彼はまたモアブを撃ったモアブはダビデのしもべとなり貢ぎ物を治める者となったツォバの王ハダドエゼルがユーフラテス川流域にその勢力を確立しようとして出てき行った時ダビデは浜手に出て彼を撃った。 ダビデは彼から戦車戦騎兵歩兵歩万を取った。ダビデはその全ての戦車の馬の足の筋を切ったただしそのうち戦車100台分の馬は残したと、えー、まだいきましょうか、えー、5節ダマスコのアラムが蕎麦の王ハダド・エゼルを助けに来たがダビデはアラムの2万2,000人を撃った」ということでダビデ無双の状態ですね、えー。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。 アラマはダビデのしもべとなり、貢物を治めるものとなった。主はダビデの行く先々で、彼に勝利を与えられたということで。まあ、ダビデが。ね、もう、周りの国をどん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 、こうね、あの、支配下に置いていくっていう、もう。ダビデ組の、ね、あの、まあ、勝利なんですけども。まあ、あの、まあ、地理的に言うと。 ダビデがいる。そのエルサレムヘブロンとかの周りにいろんな国がありました。例えば北の方には、えー、アラムが。ありますね。ダ,ラムダマスコなんかもありますね。アラムがあったりしてで、ね、右側こう。視界の、えー。右側の方に行くとアモン人エドムとかアモン,ジンで下の方がエドムかな。南がエドムかで海側左側の。 えー、海沿いはペリシテ人アマレクトゥン人なんかがいてもう結構周りに敵がいるんですけども全部もうやっつけちゃいました全部ダビデの配下に、まあ、ほぼね、えー、こう海側のペリシテもね、あのー、やっつけペリシテ人ねそして東にいるアモン人モアブ人かモアブ人も配、えー、下に置きそして、えー、北ツォバツォバ 蕎麦だねバの,の王ハでエゼルかな、えー、それもね本当にもうみんな貢ぎ物をこう収めるような感じに、えー、なるぐらいに、あのーまあ、やっつけたと古典ぱにやっつけたということでダビデがねこの周りの国を、えー、取り込んでいくそしてこのイスラエルがどん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 大きくなっていくというところです。 い、まあ、いろいろなありますけどで今日大事なとこがあるかな14えー、っと18の14ねダビデは全イスラエルを治めその民のすべてに裁きと正義を行ったということで、えー、全イスラエルどんどん広がっていくんですけどもそのダビデのこのねえー、統治 っていうのが正しい裁き14節裁きと正義これもあれだねこれもねえ訳新しい訳のが正確かなえこれ正しい裁きまたはえ裁きと正義で 公正と正義ともいいんですけどもこれは要は公正と正義正しい裁き新海役の,の第3番だと正しい裁き新共土役だと裁きと恵みの技で2017年版でいくと裁きと正義もうどっちかどっちかでありますけどもこれヘブル語言語で言うとミッシュパートとチェダカーです。 えー、公正と正義っていうね公正ミシュパートとチェダカ正義、えー、ダビデのこのね統治、えー、ダビデの王国というのはもちろんね武力でやってねあの貢ぎ物を納めさせたりそのちょっとヤクザ的なことをね、あのー、やるんですけどもでもダビデの,その、ね、ただのヤクザじゃないただのヤンキーじゃないところは神様神様がやはりそのね、あのー、一番 大事なところにおいてそして支配した国には公正と正義を持って支配したというふうに書かれています、えー、このメシアの統治ねミシュパートとセラカ、えー、公正と正義、えー、これは本当にねこの最後の終わりのように、えー、このねメシアである王であるイエスが治めるときに同じ裁きと正義によってこれを立てるとダビデの王国を建てると、えー、そこともね あのこうつながるようなそういうダビデのえまあ公正と正義裁きと正義という言葉がここに出てきます。でそのねいろんなあのあのダビデの軍団のねえヨアブとかヨアブが軍団長になってえその他の人たちもやっぱね国のただのチンピラじゃなくて国のこうねもうあの偉いところに収まってこのダビデの 王国ががこれからどんどんどん,どん、えー、広っっていったというところ、えー、この十八章はそういう話になってます。えー、特にねこの「ミシュパートと背高、えー」これは本当に大事な言葉であって神の国の,、えーこのね、統治の基本がこの裁きと正義、ね、ということです。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。それではまたごきげんよう 短いんだよ今日のとこ。